り青空から、まあ、前回のラーメン食べたとこと同じ場所なんですけどね。はい。こんな感じで今日はコーヒー作りたいと思います。ではちょっと早速始めましょう。ちょっとね、いろいろ準備がね、まあ、バーナー組み立ててあるからもうバーナーはいいんですけど、とりあえずまずバーナー、バーナーも買ってで、まずお湯か、お湯を沸かさないとね。カップもまだいい。お湯で、この不安定なんだけど、専用のやかんをね、今日忘れてきたんで、このまま直に行きます。ちょっと不安定だけど大丈夫かな。よし、あ、ちょっと入れすぎたな。大丈夫か。お湯を沸かします。ちょっと不安定だ、これ。ないか。はい。で、次。これと、すり鉢ですね。すり鉢です。で、あと、豆、コーヒー豆。こんな感じで Amazon で買いました。東京コーヒーって書いてあります。これまあ非常に無難なコーヒーかな。不鮮もなく、苦味もそんな強くなく飲みやすいですね。これでアマゾン1480円かな。何グラム ?500 グラム。ちょっとだいぶ飲んだんで減ってますけど、はい、まあ脳がけはいいな。これちょっとこれをすりつぶさないと。で、はい、これで十分ですね。これ1人前1杯分で、今日はもうしまいます。こんな感じで、ちょっと光の加減で見づらいな。こんな感じですね。ちょっと影になって見づらいかな。まあ、これつる潰していきます。手で潰すのね、この楽しみっていうか、要はこの潰したっていうの香りが出るんで、その香りも楽しみつつ、この手ですり潰すといった感じですかね。まあコーヒー飲んで飲むのも楽しみだけど、こういう豆からすり潰して飲む人は多分
その飲む楽しみの他にそれまでの過程ですね、このすりつぶしてその時の香りを楽しむといったあれも分かると思うんですけどね、自分だけかな、自分はこんな感じですよね。香りが結構いいんで、まあ専用のぐるぐる回してすりつぶすものも持ってますが、今日はちょっとこっちの方が映えるかなと思ってやってみます。どうだ、今の段階で。ちょっと日差しがね、こんな感じ、影が、こうだね、こんな感じですね。もうちょっとかな、ちょっとまだ粗めですな、もうちょっと。ちょっとね、あまり勢いちょっと飛び散るんだね。お湯が沸いた頃に入れるかなと。どうだ、こんなもんかな、ちょっとまだ粗い、まあこんなもんかな、うん、こんなもんかな。どうだ、こんなもんですね。はい、でこれをそろそろお湯も沸き出してきたので、いつも使ってる簡単ドリップ、こういうのね。おー、やめない気出した、ね、さあたんで乾かそう。あらがき、まあ、そして間にこれね、1枚取り出して、これでこれで1杯分ね、で何枚ですか、30杯分、30枚。これと、折れ線に従っておりますし、そして、ここを広げると、この器がなりますね。で、ここに、さっきすりつぶした豆を入れます。アイロンに流します。まあ、こんな状態で、お湯がちょっと冷めたんで、ちょっともう一回押させますね。あ、大丈夫で、ちょっと冷めていって、一応ね、これでこのパップにこれをスッとして、こんな感じですかね。
で、火止めますね。で、お湯が今沸騰して100度なんだけども、これをコーヒー出す前に、抽出する前に90度、約90度だね。までちょっと下がるのも、あ、温度計なかったかな。いつも温度計なんかつかないんだけど。こんなね、温度計。いますんで、これで90度になるまで待ちます。あまり温度高いとね、ちょっとね、雑味が出るんだよね。雑味というか苦味っていうかね。あれ、だいぶ下がってんだもん。82、まあいいか、ちょっと下がりすぎるけど、まあいいや、82度。いや、まあ、85度ぐらいでもいいと思うんだけど、まあいいか、今日は。これでいきます。見やすいと思うね。で、最初はちょっとこれで軽く、コーヒーにお湯が行き渡る程度にして蒸らします。30秒ぐらいって言われてますな。 YouTube 調べによると、まあ大体30秒ぐらいでいい。で、だんだん膨れてくるんで、ドーム状に膨れてきますね。わかるかな、画像でカーッと膨れてくるかな。もう30秒ぐらいかな。よし、これで中心からこう、のの字っていうか、くるくる回すように、お湯を注いでいきます。まあ、これも YouTube 調べね。まあ、何回も入れてるから、もう慣れたけど。ちょびっとずつ。で、また、ちょびっとずつ。どれを、これ。お湯の温度がね、低めだから、ちょっとまろやかかな。慌てずにじっくりとね。量的にどうかな。もうちょい抽出してもいいかな。なもんか。まあ、こんなもんでしょう。よし、これであまり抽出しすぎると苦味というかね、雑味が出ちゃうんで、ほどほどにしてこないとね。よし。で、出来上がりが、
日差しがね。まあこんな感じで、ちょっと見えにくいけど、なかなかいい出来栄えじゃないかと思います。よし、じゃあちょっといただきますかね。よいしょ。どうなの、どうなの。ちょっと今日の出来は。あ、いいね。ちょっと気温が85度でちょっと低めかなと思ったけど。いいね。うん、まろやかだね。いいね。まあ、野外でね、こんな豆からすりつぶして飲むのが、ちょっとした贅沢っていうか、いいっすよね。ただ、インスタントの買ってきて入れるのもなんだけど、それもまあまあ美味しいんだけど、こうやって豆からすりつぶして楽しみながら入れるっていうのもなかなかいいっすよね。まあなんつってもすりつぶしなら香りがね、いいっすよね。それがこの醍醐味じゃないかと思います。ちなみにカッパキャプテンスタック、まあ世の中結構みんな使ってる人もいますね。キャプテンスタック安くていいじゃないこれね。まあ、もうちょっと予算あるとスノーピークとか行きたいとこなんだけど、まあ一緒ですからね。なかなかいいね、こんなのどかなとこでコーヒー豆すりつぶしてからコーヒーを抽出してでいただくと、まあ手間暇かけていただくのもこれの醍醐味かなと思いますね。まあ家の中じゃあまりやらないですけどね、こんなことね。まあアウトドアというかこういう野外だからやりますけどね、家では絶対やりませんね、こんなめんどくさいことは。うん、家では缶コーヒーのみといった感じですかね。野外だとなんかめんどくさいってあれがなくなるんですよね、なぜかしら。そんな感じですよね。まあ今日はコーヒー入れるだけの動画ですけどね。つまらん動画ですわ。コーヒー入れて飲んでそれでおしまいと、自己満足ですな、実に。よし、あっちまにもう終わりだな。うん、ごちそうさまでした。美味しかったね。さて片付けっかな。じゃあ以上をもちましてコーヒーを入れる動画でした。ご視聴ありがとうございました。おしまいと。